ハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。ゆかです。今回は初めて参加した CES2026 で実際に現地を歩きながら感じた今のテックがどこに向かっているのかについてお話ししたいと思います。 CES というと未来のガジェットが並ぶ場所というイメージを持っている方も多いと思います。ただ実際に会場を歩いてみると感じたのは少し違いました。そこにあったのは完成された未来というよりもまだ答えが出ていない中でそれぞれの企業が本気で模索している途中の姿です。 AI は当たり前になって身につけるデバイスは日常に近づき、ロボットは感情や関係性の領域に踏み込み、家庭や子ども向けのテックはそのまま価値観が反映されていると感じました。今回はそうした流れの中でこれはこれから日常に関わってきそうだと感じた5つのトピックを現地の空気感と一緒にご紹介していきたいと思います。まず一つ目は AI についてです。今年の CES は本当に AI だらけでした。家電もロボットもウェアラブル、車、PC、ほぼ全てのブースで AI という言葉を聞いたと言っても過言ではありません。ただ AI が使われていることだけでは誰も立ち止まりません。AI が搭載されていること自体がすごいことではなくなり、それで何がどう良くなるんですかという現実的な視点が重要になってきていると感じました。例えばサムスンの新しい冷蔵庫の例がとても分かりやすいと感じました。この冷蔵庫には Google のジェミニが搭載されていて、冷蔵庫内のカメラで食材を認識し、今何が入っているかを自動で把握してくれます。さらにその情報をもとによく出し入れする商品をネットスーパーのカゴに入れたり、今あるもので作れそうなレシピを提案してくれたりします。ここで重要なのは AI を使っていることをユーザーが強く意識しなくてもいい点です。ただ普段通り冷蔵庫を使っているだけで結果として生活が少し楽になるような感じです。今年の CES ではこうした AI がちゃんと役に立っている例が以前よりもはっきり見えるようになったと感じました。2つ目は AI スマートグラスです。スマートグラスについてはレイバンメタが数年前に登場し、去年メタレイバンというディスプレイ付きのモデルが発売されたことでさらに盛り上がってきていると感じています。去年の Google I.O. では Google 製のプロトタイプを試すこともできましたが、 CES でも AI スマートグラスが多く出展されていました。見た目はほぼ普通のサングラスですが、音声操作、カメラ、音楽再生などが自然に使えて、スマートグラスはすでに日常に入り始めているという前提があると感じました。今回 CES で実際に試したのがロキッドやイーブンラブスのスマートグラスです。これらはカラー表示ができるメタレイバンとは違い、どちらも一色で情報が表示されます。ナビゲーションやリアルタイム翻訳といった日常で役に立つ機能を兼ね備えています。まだ発展途上な部分はありますが、共通して感じたのは未来すぎない見た目と日常でギリギリ使えるラインを狙いに来ているのではないかという点です。実際にかけている人を見てもこれスマートグラスなんだよと言われなければ気づかないレベルになっています。できること自体はまだ限定的ですし、 CES の会場のようにすごくうるさかったり、 Wi-Fi とか Bluetooth の回線が混雑しているとうまく動作しなかったりといろいろありますが、日常使いしてもおかしくない見た目になってきているし、多くの参加者がデモのために列をなしていて関心度がかなり高いことも伺えました。スマートフォンを置き換える存在ではまだありませんが、スマホを取り出さなくても済む瞬間を増やすデバイスとしてはかなり現実的な位置まで来ているのではないかと思います。3つ目はコンパニオンロボットです。今年の CES は本当にロボットだらけでした。家事ロボットから産業用ロボットまで様々なロボットが展示されていました。スイッチボットが展示していた家事ロボットオネロ H1 は実際に動いているところは見れませんでしたが、コンセプトの映像ではいろいろな家事をゆっくりやってくれるような印象です。家事お助けロボットよりも印象的だったのはコンパニオンロボットと呼ばれる話し相手になったりそばにいること自体に意味があるロボットです。これらのロボットはオーナーの声や表情に反応し、感情的な安心感を与えることを主な目的として設計されているものが多い印象でした。一方で何か特別なスキルを発揮したり生活を大きく効率化してくれるような利便性があるわけではないという点も正直に感じました。会場を見ていて特に感じたのは日本の企業が手掛けているラボットの影響力の大きさです。ラボットと見間違えるほどデザインや佇まいが似ているロボットをいくつも見かけて、それだけこの分野においてラボットが一つの基準になっていることを強く感じました。また同じく日本企業が開発しているみるみちゃんも今回初めて実物を見ることができたのですが、実際にカバンにつけてみるととっても可愛かったです。
機能やスペックというよりも思わず見てしまう、近くに置いておきたくなるという存在感があって、日本が世界に誇る可愛いの感覚を改めて感じました。この可愛さは言語化とか数値化がとても難しい要素なんですが、だからこそ日本はこうしたコンパニオンロボットの分野において他の国にはない強みを発揮できる可能性が高いのではないかと思いました。4つ目はキッズテックです。ここは今年の CES を歩いていて、なるほどこれは今っぽいなと感じたテーマです。それはスクリーン依存を避けたい親と子供とのコミュニケーションをどう設計するかという課題に向き合ったテックが増えていたことです。多くの親が子供をスマホ漬けにはしたくない、 SNS の影響や危険性が気になるとか、できるだけスマートフォンを早い段階で与えたくないと感じている中で、じゃあどうやって子供とデジタルでつながるのかという問いに対する答えとしてのデバイスがいくつも展示されていました。その中で分かりやすかった例がノディです。ノディはいわゆるスマートフォンやタブレットの代わりに、親と子供が音声やシンプルな操作を通じてコミュニケーションを取るためのデバイスです。常にスクリーンを見続ける設計ではなく、トランシーバーくらいシンプルなんですけど、 eSIM まで入っているので、どこにいても必要な時に電話がかけられるというものでした。また CES では子供向けのコンパニオンロボットも多く見かけました。話しかけると反応したり、本の読み聞かせをしたり、感情的なつながりを作ることを目的としたロボットですが、この分野については個人的には少し慎重になるべきだとも感じています。大人でさえ難しいのに、成長段階にある子どもにとって人との関係と AI との関係の線引きというのはとても難しい問題で、大人としてしっかり考えていかないといけないと思います。最後5つ目です。 CES2026 では次のデバイスの形はこれだという答えが出たというよりも、いろいろな方向に本気で探りに行っている、その途中段階を見ているような感覚がありました。実際に会場で見たデバイスを振り返ってみても、そのばらつきはかなり象徴的だったと思います。例えばリング型の AI ボイスレコーダー、これはスマートフォンのような画面を持たず、話した内容やアイディアをとにかく自然に記録することに特化したデバイスです。一方で全く逆のアプローチとして印象に残ったのがクリックスのコミュニケーターです。これはブラックベリーを思い出すような物理キーボードを備えたスマートフォンで、あえてタッチ操作中心の今の流れに逆行しています。効率的に文字を打つこと、コミュニケーションに集中することを重視していて、新しい形というよりも過去の良かった体験を今の技術で再解釈している、そんなデバイスに見えました。そしてさらに極端な例として展示されていたのが、サムスンギャラクシーのトライフォールドです。折りたたむとスマートフォン、開くとタブレット。画面をどこまで広げるのが正解なのか、どのサイズが日常にフィットするのか、それ自体がまだ誰も答えを持っていない問いであることを、このデバイスは象徴しているように感じました。ということで、今回初めて CES に参加してみて、めちゃくちゃ疲れたけど、とっても楽しかったです。大企業からスタートアップまで本当にいろんな展示があって、実際に自分で見て、歩いて、触って、体験してってやるのがとても楽しかったです。この動画では本当に膨大な数のものを見たので、全部紹介しきれなかったので、ちょっとこうやってトレンド別というふうにまとめてみましたが、皆さんは何か気になるものとか気になるトレンドありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。もしこの動画面白いと思っていただけたら、いいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Good life.